今回はガンダムシード誤情報デマ捏造が多すぎるについての反応集をお送りします。シードって20年経ってコンテンツがかなり多く出てる影響か出典不明の情報多い気がするので立ててみた。以下思いつくもの。シンが病気に対する調整しか受けていないコーディネーターである。アスランの初恋がカリダである。出典元が公式ではない。近衛艦長が元地球軍ナチュラルアニメージ4月号で元 GAFT だと判明。 STINY ジキラが奪還している。鬱状態で感情の起伏が分かりづらいだけ。他にもいろいろ知ってる情報あれば教えてほしい。アスランは婚前交渉 NG 派の監督の杖らしいけど、ホソース見たことないな。山田と地味に根強いのは兄弟発覚までかがりが恋愛としてキラは好きだった説。キラかがはどっちも恋愛感情があったことはない。キラは無印時点ではフレイでいっぱいいっぱいでそれどころじゃないし、かがりはキラとフレイのことを知った時点でキラは恋愛対象から外してる。よくこすられてるのはストレイ3人娘じゃない。あの3人何か言われてるって。夫妻に嫌われたから殺されたうんぬんでしょ。多分千葉が気に食わない監督が殺したって。実際は伝達不足でのアリマブのまま死んだ感じのはず。アストレイ人気に嫉妬して退場させたとかいうデマ、監督自身は言ってくれれば生かしたのにってなってた。アズラエルがツマコモチの出所がわからないんだが、あれってソースあるの？ウィキとかにはツマコモチって書いてあるからどっかの情報なんだろうね。いや、ソースも載せてたりする WIKI ならまだしも、それが載ってるのはデマとかも平然と載せたりするサイトばっかりだぞ。正直情報源としては全然信頼できない。ウィキも普通に嘘書いてあるからな。サイとフレイの関係性なんかは公式解説や設定読んだ人が書いてないでしょう。第二世代コーディネーターは遺伝子調整を受けていないみたいなデマ聞いたことある。第二世代が遺伝子調整受けてるか受けてないかはどっちも明言された公式ソースが見つからない。知ってたら教えてほしい。第二世代は遺伝子調整がなくても能力を引き継いでいるのは公式。レイジインタで見たと思うんだけど、いつのやつか覚えてないから記憶違いとかかもしれん。すまん。とりあえずシンに関しては遺伝子いじってるっぽい。特典小説。シンの両親はナチュラルというのはガイドブックが出所なはず。次の巻では両親もコーディネーターということになったが、作中で親もコーディネーターだと言ってるからな。誤植か何かじゃね。オーブの首長の血縁よりも能力重視はそうなんだが、養子じゃないとダメ。まで行くと公式なのか、公式ならどこの情報なのか気になる。アストレイ関係は追い切れない。再構築戦争の NBC 兵器使用の話は初期設定扱いだったのが、ガンちゃんの陰謀論番組で採用されてややこしくなったか。最後の核の16年前にジョージ誕生で時系列は合わないし、 CE4 年にノーベル賞候補になってるのに、絶滅戦争中にノーベル賞やってたのか。ああいうとこは意地でもやるぞ。それこそが存在意義だし。ソースはあるけど、人によって捉え方が違う例も多々あるし、挙げられたソースの別ページ読んでるか読んでないかで解釈変わるパターンもあるしな。あとニュアンスの違いでデマと認定されて以後全面否定されるやつとか。シードでフレイ生きてたらキラはフレイを選んだとか。そうだよね。シードの段階だとキラってフレイにもラクスにも恋愛的な感情ないって諸沢さん言ってたし。こういう制作人個人の考察も設定と勘違いされやすいような。メイン脚本家のインタビューまでダメ扱いにするなら全部誤情報扱いになるじゃん。っていうか、それを視覚に都合悪いから信じたくないだけじゃないの？ガンダムのインタビューなんて関係者個人の感想に過ぎないことはもう昔からだぞ。話すたびにひっくり返ったりするからな。それでもファンの妄想よりは信憑性は千万倍高いわ。結局100か0かでしかないから、そこはあまり関係ない。それ言ったら信頼できるソースなんてありませんで終わりじゃん。例えばそういうには根拠があるんだろうし教えてください。割とでかいのがジーレコはターンへの後とか、アトラとクデレは結婚しているとかかな。最近だとスレミオが結婚してるんだかしてないだかで揉めてたろ。あれって最後に指輪してたの見ればわかることじゃないの？正しくはフレイが生きてキラと再会してたら関係をリセットしてもう一度始められてたし、恋人にもなれてただろうってだけだね。無印終了時点ではキラ、フレイもキラ、ラクスも恋愛ではない。運命。劇場版ならキララクは恋愛。時間経過で感情が変化していくのを認められてない人が地味に多い。ごめん、それが言いたかった。フレイとくっつかないとかそういうことではなく。シードの段階でフレイ選ぶとは言ってないしな。あくまでシードでフレイが生きてたら将来的にって話だし。そもそもシードで話終わるならキラ死んでるからね。福田監督いわくラストフレイの声が聞こえていない。見えて聞こえたらキラが救われるからって言ってた。カリダが初恋は誤
ても間違いでもない。マー公式情報ではないってことです。正解っていうのは監督や脚本家の口からはっきりと明言された加工式監修済みって書かれてる本に書かれてる時だけで、それ以外は何言ってもファンの妄想なんすよ。だから肯定も否定もされてないから山情報ではなく一考察って言ってるんだよ。ソースの有無じゃなく信憑性までジャッジ始めたら結局信じたくない情報は結局ソース無効合戦にしかならなくね。タケル監督、キラはガンダムファイターより強い。マル監督じゃない人、種がスカロボ出たらストライクでデビルガンダム倒したい。ソラもキラ君 ED 説でしょうよ。風評被害にも程がある。シード PSDINY 感は怪しい。 WPSDINY 以降はやることやってるって判明したからよかった。一時期のシードの声優のまとめみたいなやつ、雑な切り抜きとかソース不明なのが分かり通ってたの。石田さんの犬のやつとか、これの小山さんが言ってたって。同じ女性としてタリアの行動は理解できない。でいい役のソースアニマンで見た記憶あるけど、誰か持ってたら教えてほしい。声優のまとめのコピペは恣意的に要約されてるけど、石田さんの犬以下って発言そのものは週刊レディオシード PESDINY ってラジオ番組で本当にあったことなんよな。まあ冗談みたいな言い方だから解釈は受けて次第だけども、石田くんは今まで演じたキャラの中でスランは31番目30番目の犬と言いました。犬以下かよ、は別の人です。付け加えて言うと、これで当時声優に嫌われてるキャラと言おう題でアスランの名前はよく見かけました。石田はアスラン嫌いだと。ここまで来ると出まだだと思います。だって石田くんはそこまでは言ってなかった。極論バンナムが首を縦に振らないと公式じゃないんだよね。アスランが初デートでジャンク屋にキラクスを泣かせた。数十年後カニカズイがインタビューだかでキラについて語ってる。もう出所不明の情報だっけ。アスラク初デートのやつは書き忘れてた。ありがとう。カズイのやつってカズイがおじいちゃんになるまで戦争終わらないしかじかだよね。カズイのやつは RGB に載ってる。カズイの老人時代に戦争が終わるってのは RGB の真のやつと混同されてると思う。カズイのインタビュー自体は本当にあれ、ただ書かれてる内容が全然違う。当時のカイコロプとかそんなんでコーディネーターが絶滅危惧種になってブルーコスモスに保護されてるなんて話はない。いろいろ言い出すとバンダムが首を縦に振ってようが真の第一世代コーディ、書籍ソース、第二世代コーディ、本編ソースみたいなやつもあるから僕論難も信用できんなるぞ。 W 真のは本編は正しいんだろうけど、第一世代前提で見てたら聞き流して第一世代と思ったままとかありえそうなんだよな。スーパーコーディネーターが人工子宮で生み出された人間を指すこともかな。スーパーコーディネーターはストレイの一部の登場人物がキラを指していったことであり、アニメでは出てこない単語なんだけどな。ヘリオポリスでの開発計画の防衛の流れ、サハク、ウキーニ、情報屋、ザフトだと思ってたが、ウキにはサハクが流したと書いてるが出所が確認できなかった。サハクが流してたのならリナじゃなくてミナがやってたんだろうな。理由がわからんけど、どれ読み直したらいいのかもわからんのが辛い。ギナがやってないならミナがやるのもおかしい話だよな。元の設定にはこの時期のミナがギナを裏切るような真似をする理由が書いてあるのだろうか。ルキーニのはストレイのミゲル会でやってる。キラの袋瀬も勘違いされてることよく見るよね。できるだけやらないってだけで絶対やらない見ない捉えられてるのよく見る。これは感じが悪い。まあそれが広まったのは作中の描写だけじゃなく、フリーダム対策の時にフリーダムは相手のコックピットを狙ってこないって明言されちゃってるから、しゃあない気もする。しゃあなくはない。フコロセだったら本当に誰も殺してないとおかしいからな。剣心はそうでしょう。こういうのってファン同士で厳密に擦り合わせるほどつまらなくなるよな。プロレスみたいに曖昧さをもっと楽しむべきだと思う。結局アニメで出てるところ以外は別設定なんで、ファン同士ですり合うことはないよ。セーフティーシャッターとかもひどかったね。カーボンヒューマン関連はどうなんだろう。アストレイの設定周りに関して今回の映画で下地自体はあったなどで説明つけられるようになったで落ち着いてはいる。映画以後見るようになったらクスはうんぬん言ってる人など、ただカーボンヒューマンは単純に作中の技術うんぬんの言い方が悪すぎた。結構長いこと言われてた。デスティニーのアトラクスが率いるターミナルイカラクス教団的な集団ラクシズが強大な権力を握って最大戦力となって地球圏の支配者となるみたいな謎の未来予想とかすごかったなと思う。実際は下請けでしたね。アスランの指は3000円もこの部類か。そんなこと言われてたのか。 W 具体的は値段はないがおもちゃに近いレベルと言われたのは確かなはず。指輪はソースあるよ。ありがとう。ソースあるんかい W。 それはそれで W、プレゼントで3000円って安いのかな。
指輪の相場とかわからないからピンとこない。現実で考えると18歳の子供がやり取りしたものと考えるならしょぼいけど微笑ましいの範囲。仮にも国家元首が身につけるものと考えるなら論外じゃないかな。知らんけど、バンナムが肯定した情報デマに10年間の間にどこソースか曖昧になるし、そこに考察妄想うろ覚え勘違い思い込みデマが加わるから何が公式かわからなくなってきてるんだよな。質問したらソース返してくれるスレとか欲しくなる。後で公式設定が変わるとかが一番困る。ニコルの死に方とかな。ラクスがフォードってどれくらい受け入れられてるのかな。もともとガンダムの監督は福田が一回断ってたらい回しの後に福田にまた回ってくるくらい人気がない。何やっても叩かれると分かってるからな。20年前とかならまあまだいい。このご時世で地味に言ってるやつを見かける。最新デマのオルフェは彼らを操縦してない。この絵館長ナチュラルは設定ちゃんと監督が出したから見なくなってるけど、これはお米の時に言われてたと思う。収録時はそんな感じのことを言われてた的な。舞台挨拶でオルフェが彼ら、イングリッドがジブラートって補足されたけど、大米の方が後から公開されたから勘違いしてる人いるのかな。大米収録は公開前。あと大米は演技指導でそのつもりで、というニュアンスに近い言い方だったと思うから大米の時点でもだいぶ怪しい。正直オルフェブロをしたいやつが拡大解釈した結果だと思ってる。恋愛感情がなくても種時点ではキラはフレイを選ぶとは思ってる。罪悪感って初見の意識があるから、ラクスにはそういう負い目みたいな感情はないので、多分ラクスが自分をどう思ってくれてるかも分かってない。あなたを見つけて私は幸せになりました。あなたにいてほしい。私はおぶつけられて肩抱き寄せてる以上分かってないはないんじゃねえかな。横からだがキラからの恋愛感情がなかったってのとラクスの気持ちを分かってたかどうかは別じゃない。分かってなかったと思ってるよ。そうでなければラクスの気持ちにもっと早く答えられてた。信じることもできてなかった。理解してれば彼女に裏切られたなんて考えることもなかったはず。はい、これフレイシードに限った話じゃないけど、演技指導の時にと言われたというのは、脚本上でもそういう流れや設定だったというより、そういうニュアンスのお芝居をしてほしいってお願いだったりするからな。あくまで声優の演技は作品の一要素で完成映像で意味が通れば良い的な。パトリックの遺産とか凍結されてそうだし、アスラン個人の資産もプラントだから、そりゃオーブにいたら金ないよね。護衛の給料はもらってるはずじゃ。というか演出の意図としては二人の気持ちのちぐはぐさだから、アスランの資産は関係ない。あれはセイランに対抗して急に用意したから、それしかなかっただけだよ。そもそもキラが頭状態と言われたこともないんじゃなかったっけ。金がないから3000円じゃなくて、ちゃんとしたプロポーズじゃなくて、とにかくかがりをつなぎ止めたいアスランが急いで用意した不安と焦りの象徴ってだけ。本当のプロポーズならもっと場所もタイミングも物も選びますよって意味なんだけど、値段3000円だけが一人歩きしたよね。なまじに10年分の月日があるので、今からポンと確認しづらい媒体がソースだったりするからな。大昔のドラマ CD ですとか。確かに時間が経ったことで当時は言えなかったけど実はこうでみたいなことはあり得る。ドラマ CD ってギャグ軸出しソースになるのか。ドラマ CD そんなにギャグ軸か。ふざけてる部分もあるけど本編のいい補完じゃん。種キャラ劇場まで行きゃギャグ軸で切って捨てていいけど、ドラマ CD は切り捨てるほどのものでもなかったような。ドラマ CD はメイニンのアスラン表とか真のキラ表とかちゃんと劇場版とつながってるしな。制作側としては完成したアニメが全てだから、そこから読み取ってください。となり、ファンとしては制作側に言葉や設定として明言してほしい、明言されてないならないのと同じみたいなすれ違いはたびたびある。作品制作の流れ上仕方ないことなんだけど、もうこれ公式確定情報と言っていいだろうって本編演出も修正されてひっくり返ったからな。何も信じられなくなってる人の気持ちはわからんでもない。無印最終話の無のことだよ。アスランの初恋はみんな当たり前のように言ってるから公式設定だと思ってた。 WW アトラクスの初恋はアスランってあったけど、これもソース見たことないんだよな。初恋ネタ多すぎ。アスランの初恋設定。アスランの初恋設定って一応書籍由来なんだね。宝島社のやつ。指摘されてるけど、ファミ通の攻略本かコンビニで売ってる00徹底解析レベルで信憑性ない本だよそれ。初恋が親友の母親で原稿恋人が親友の双子の姉がガチになっちゃうのか。でも設定もなんて書いてあるから一応制作陣から聞いてるのでは。さすがに憶測でそんな設定もあるなんて書かんでしょ。この本のアマゾンレビュー見てきてみ。そうなると平アスランの初恋ってカリダさんなんだって感想にもなる。宝島社だぞ。
信用していいところなんですか。この本2007年のやつなんだね。もっと昔のやつ漁ってみてえな。案外古本屋とかに置いてあるんだ。雑誌の付録とかも結構安く手に入る場合もある。書き手の憶測で設定って言葉は使わないと思うけどな。監修も入ってもさげな本の書き手に何を期待するというのだ。本が手元にあれば監修として制作の名前があるかどうか確認できるんだけどな。シード、デスティニー1の商品ページだと監修の文字はないな。監修されてるなら記載するだろうからされてないんじゃない？手元にない資料は話半分に聞くようにはしてるよ。同じ出版元で、かがりの初恋はキラって書いたらしいから信用できない。そんなあったんか。草監督らにキラとかがりは恋愛感情ないと言われてたよな。なんならボンボンマンだとカリダさんに褒められてめちゃくちゃ嬉しそうに笑うシーンとかあるからな。これはよく言われるロールキャベツ。このアスランかわいいな。あとこれくらいか。まあ本編でもそこまで描かれてるわけでもないけど、アニメ内描写、監督、脚本の語る設定、缶の考察、結局ソースの有無は大事って話になるな。真の家族が亡くなる原因の流れ玉はフリーダムがあったものってのは描写からの解釈でよく言われたな。プラスでステージの転倒で絡み気があったことにされたも、テレビ放送からオーブ戦とその戦火に巻き込まれた新カズヤを交互に映してて、フリーダムが振るバストポーズ、流れ玉に巻き込まれるの流れだったから誤解されたけど、別にフリーダムがあったものと明確に描写されたわけじゃないんだよな。そう解釈されやすい演出だっただけで、真が明確にフリーダムのこと級と認識してたら、フリーダムが戦場に出てきた時にもっと殺意むき出しにしてるはずだからな。ステージでもフリーダム削除されてないよ。フリーダムカットは20話で、この時はそもそも戦闘描写自体がさらっと流されてて、同じ時にアスランとの友情を取り戻したキラと家族を失って避難船にうずくまる真の対比を描いてた。ストフリの設定は本当に設定変更もあってややこしいが、それとは別に明らかに伝言ゲームで曲解されてるよな。ストフリはフレームが露出するから防御力が下がる。ここに変更される MG ストフリと MG デスティニーに記載されている設定、地装甲、キル表現、地装甲、そのままの意味、地装甲だから装甲が薄い。キラがキラがって言われてるけど、基本アスランのいる陣営がメイン視点でキラが強いっていうか、前半のアスランが続編主人公用逆補正食らってるような。キラの出番と内面描写あんまないからな。実際脚本もアスラン軸だったらしいし、でも真の物語を放棄したわけじゃなくて、そこは描き切ったわけだから、俺はやっぱ真も立派な主人公だと思ってるよ。真のバックボーンとしては、あの時戦場となったオーベで家族を失った、理念を守るための戦いで失われた命もあるという部分であって、明確に誰がやったとかどの期待とかは重要ではないとは思う。ネットの風文、ストフリは元はフリーダムの量産機、実際にはストフリの元になったフリーダムの後継機に量産して大部隊にする構想があっただけだし、ソース元の MG の設定に至ってはフリーダムの後継機という点以外は変更されてるから、その設定が生きてるかわからない。さらに言うなら QHG の設定、ジキセカンドシリーズの開発データにフリーダムのデータ入れて作ったから設定変更してるから、 MG の設定に関わる必要性もないんだよな。 MG ってストフリは核融合って書いてあるやつだって。そりゃなかったことにされるわ。そういや大昔にキラとラクスは福田と丸沢がモチーフ、理由は体重がアニメキャラにしては太ってるからとかいう話を見た記憶があったな。さすがにデマで消えたか。あれは福田だけでなくアニメで監督とか脚本はキャラに自己投影はよく言われるよ。ちなみにこの自己投影の使い方は間違ってるからね。キラが僕は何だったのかなって悩んでたことで、ラクスが私は幸せになりました、あなたに側に行ってほしいって言ってくれたから、キラは踏みとどまったって書かれてるから、キラ、ヤマト、ピア、確かに絆はあるよ。愛とか恋とかなくても人とのつながりはあるって思えるから好きだな。ラクスはブレないのに、キラはそうじゃないからしっかりしろって星さんにも言われてたよね。種時代にキラがラクスに恋愛感が避けないのはむしろ自然だし丁寧な描写だと思う。あの時のキラは恋愛してる余裕なんてない、例のインタビューにもある。その後ラクスの献身的な4年間でキラからの気持ちも変わって、フリーダムで結ばれてよかったね。バイマの流れなわけで、ザフトがガンダムバを作ってる理由でプライドナインかとかナチュラルに対する煽りとか言われてるけど、公式には性能以外に何の理由もないっていうか、そもそも CE に頭の形状に誇りを持つと異文化自体ないし、そういうのはガンダムガを以前にモビルスーツか MA かってところで描かれてる。先に作っただけで相手もいつかは作るという前提だったジオンと違って、
コーディネーターにしか動かせない兵器として作られたから、連合もコーディネーターの後追いなんて。連合はやっぱ MA 派がザムザザーとか作ってるし、本監督がキラに対していじくりといいかあたり強い発言するのはネットの反応とか気にしてるのかなって、愛あるいじりの範囲だと思うけど、あんなんでも監督はキラ嫌いなのかって言われるから大変だね。監督の発言とか見るにファンの間でキャラの評価や関係性の解釈が極端に偏ると、いやいやあいつ結構しょうもないとこありますよみたいに言いたくなるのかなと思う。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。